モントルーはスイス、ュー、リベエラペーダン王地区にある基礎自治体でレマンコの東端に位置している。レマンコ半のリゾート地であり、スイス有数のコンベンションシティでもある。人口は約2万2100人。モントルー郊外にはイギリスの詩人、ジョージ・ゴードン・バイロンが作品、シオンの囚人の中で描いたシオン城があり、年間を通して、 数多くの観光客が訪れている。毎年7月に開催されるモントルージャズフェスティバルは世界最大級の音楽イベントで世界中から集まった幅広いジャンルの一流アーティストのパーフォーマンスが繰り広げられている。レマンコスイス西部、三日月が倒したレマンコの東端に位置している。レマンコの対岸、サンジャンゴルフストリートギンドフの西はフランス領となる。 標高は372メートル。モントルーの北側には標高千0 4 2メートルのロシドネ山があり、山頂まで登山鉄道が通じている。モントルーはイタリア方面からローマ時代に重要な都市となったアバンティクムへの途上にあるため、ローマ時代の集落跡が発見されている。十二世紀にこの地方にブドウ栽培が取り入れられ、ラボーチ区からモントルーにかけて、 レマンコ北岸の南向き斜面は重要なワインの生産地となった。モントリューはイタリアからシンプロン峠を越えてフランスに抜けるルート上にあり、交易上の重要な地点でもあった。そのため、数多くの支配勢力の変遷があったが、中でも中世の歴史において重要な役割を果たしたのがサボイア家である。サボイア家はレマンコの南側から勢力を伸ばし、 現在の某州にあたる地域をその勢力下に収めた。サボイア博はそれまでこの地方を支配下に収めていた、シオン主教と協力関係を築き、モントルー郊外のシオン城の大官職も手に入れた。15世紀のブルゴーニュ戦争の後、サボイア家に代わって、ベルンがこの地域を支配下に収めた。すでに、サボイア家の勢力は衰退に向かっていたため、 ベルンがこの地域に進出する際には際立った抵抗も見られなかった。君主の交代により、モントルーや隣のブベイ近郊の地域は、イタリアのユグノーにとって安全な避難場所となった。ユグノーたちは、職人技術をこの地に伝え、新たな産業をもたらした。1798年、ナポレオン・ボナパルトは、モントルーの地域を、ベルンの支配から解放し、 ナポレオン没落後のウィーン体制を経てモントルは、欧州の中の主要都市として、発展を遂げる。19世紀には観光業が主要な産業となった。イギリスの詩人、ジョージ・ゴードン・バイロンが、16世紀のジュネーブの独立運動家、ボニバールを忍んで書いた、シオンの囚人により、大勢のイギリス人がこの地に押し寄せた。大型のホテルが、湖畔に次々と建設され、 ヨーロッパの王侯貴族やアメリカの富裕層にとって人気の滞在地となった。温暖な気候が特徴のモントルはスイスのリビエラと呼ばれ、特に春から夏にかけて世界中からの観光客で賑わう。スイスの絶景ルートの一つ、ゴールデンパスラインの西の発着点になっており、モントル・オーバーラント・ベルノワ鉄道がつイジ人面を経てインターラー県との間を結んでいる。 モントルー郊外で、レマンコ畔に岩盤が突き出た地点に建てられた、スイス随一の名城。12世紀に、湖の対岸のサボイア家の所有となり、数々を増築を経て、現在の美しい姿になった。地下牢に、ジュネーブ人のボニバールが遊兵されていた柱が残っている。モントルーの北に控える、標高2042メートルの山で、登山鉄道で手軽に登ることができる。 素晴らしい眺望が広がる山頂には岩をくり抜いてできたレストラン、プランロックに加え、高山植物園やマーモットを自然の環境で生息させるマーモットパークもある。モントルーとローザンヌの間、レマンコの北岸の丘陵地帯はラボー地区と呼ばれ、ぶどう栽培が盛んに行われている。2007年にはラボー地区のぶどう畑という名称で、 世界文化遺産に登録された。毎年11月末から12月24日にかけて開催されるモントルーのクリスマスマーケット。サンタクロースシティと銘打ったモントルーのクリスマスマーケットはそのクオリティの高さで定評がある。ありがとうございます。